はい、ではイオンのですね、古賀にいますけども、こっからちょっとですね、あと最後の目的地ちょっと向かいたい、本日はですね最後の目的地に向かいたいと思います。どこ向かうかというと、三軒坂井というところにですね向かおう予定でございます。三軒坂井、皆さん知ってますか？三軒坂井って分かんないですよね。三軒坂井とは、目的地の到着予想時刻の天気は、ちょっと一回ちょっと集中させてください。一瞬やりゃいいよ。三軒坂井とは何かというとですね、ちょっと待ってくださいね、一回整理させてください。ルートってどう、長くついてんな。でん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 、三軒坂って何かというと、栃木県と群馬県と埼玉県が、地上でですね、あのそこだけですね県の境がある場所があるんですよ。そこにちょっと向かおうと思ってるんですよね。ちょっとついてねえな。ついてなさすぎる。すんごい。混んでる。全然進行が変わんないな。
く左方向です。その先右方向です。
右です。渡良瀬川ですね。
県境って書いてありましたよ。なんか一回来たことあるんですけどね。どこに止めたらいいんだろう。一旦ここでそれ切ります。